みなさんこんにちは、ももです。くろです。くろチャンネルです。はい、重大発表があります。皆さんご存知かどうか分かりませんが、私離婚しました。あの星ひとみさんの時はまだ確定してなかったよね。で悩んでた時だったから、その時に私がクロちゃん悩みないよってちょっと聞いた時、悩みないよとか言って悩みできるなんで、変な謎の笑いが多分あったと思うんですけど、まあ、見返してもらったら、まあ、そういうことでしたね。そうですね。まあでもなんかブログでも書いた通り、まあ、数年話し合ってお互いがそれの方がいいよねっていうその感じで、やっぱり娘もいますから、ももちゃんとの離婚とは違ってですね、まあ、ものすごく悩んで、その夫婦はもしかしたらうまくいってないかもしれないけど、家族としてやっていく道というのを何年も模索してはいたんですけれども、一旦と言っちゃあれですけどね、お別れして、まあ、ただ本当に二人が親なの変わらないし、娘のもう本当パパ大好きなので、まあ、皆さんがどのぐらい会ってるかわかんないですけど、うちは結構こう、まあ、ちょっとあえては言わないですけど、頻繁に面会っていう言い方もあえてしなかったんだけど、会う感じで、なんか面会ってね、堅苦しいなと思って、そう、特に別に弁護士も挟まなければ、もう本当に話し合いだけで、っていう感じ、円満っていうことで、そうですね、円満離婚っていうことでいいんですかね。はい、なんか決まってからの方が仲良かったりとか、まあ、ちょっとふと肩の荷が下りたみたいなところもあったり、まあ、続けられるのが、まあ、もちろん子供にとったら一番なんだろうけど、こういう結果になると思ってなかった、まあでもそうね、ちょっとこれは一度の経験として、まあ、必要だったのかなと感じです。なのですごくこう、私クロちゃんなんかインスタのね、コメント返しでもクロちゃん羨ましいみたいな、来てた時があって、どんなところがみたいな感じで聞いた時に、でも旦那さんイケメンだとか、まあ、結婚して子供もいて旦那さんがイクメンだとか、たくさん来てたんですけど、やっぱまあ、その今回のこの急っぽい離婚で、やっぱり隣の芝生スーパーブルーとかよく言ってるけれども、まあ、みんないろいろ抱えて生きてるんだぞっていうのがなんかみんなにね伝われば、まあもちろん幸せなんですけどね、まあ、それでも水面下ではなんかみんなあるのかもしれないし、だからインスタとかも華々しく見えてもね、あんまり、まあちょっといいなぐらいはいいけど、あんまり信用しすぎないというか、みんないろいろあるということで、それだけ結婚とか誰かと生活するっていうのは、ね、本当人間力が試されたりとかすると思うんですよ。やっぱ結婚に向いてるとかね、家庭っぽいとかいろいろあると思うので、まあ、私 もめちゃくちゃ至らない点があって、すごくこの6年間は勉強になりました。だからこの先ね、また再婚とか第二子とかパートナーとかどういう形かわからないですけどね、なんかその一人になることにすっごい怯えてたけれども、まあ一回結婚もしたしね、最愛の娘もいるし、どうしても二人欲しいなとかも思ってたけど、まあ、それもマストじゃないなとも今思えるし、なんか別に再婚が全てじゃないとも思えるし、なんかね、ちょうどいいパートナーがいればなって、ね、私友達もすごくいい子が多いので、みんな気にかけてくれるし、別にパートナーだけが全てじゃないのかなとか、将来独身の女友達と住んだりとかもいいかなとか、いろいろ考えますね。36の、お父さんもお母さんも近くにいるしね。そうなんね。でもやっぱあまり、そうね、3人から4人家族になった感じもあるのかわかんないけど、まあでも本当にそれぞれで見ていければなというのがあるので、まあさっちゃんのことはご心配なさらずと、私も拍車をかけてまた36からね、元気にやっていければと、壇蜜さん、黒蜜に壇蜜を目指して、ちょっとなので YouTube の方はちょっとこう、まあ、もう一回ちょっと足を閉じてだからね、もうしま、好
好きな人がもしできた時に見られても恥ずかしくないような、そうそう、うん、過去の動画は申し訳ないけどちょっとしていきますので消さないけど消させていただきますので大丈夫ですこれやってますガッツハブイッおかわりおかわり言うてまあそれが私なんでねいいんですけど、はい、まあまあそんなそうですねそんな感じですね、なんか肩のに降りましたね、そうね、うん、でも本当あっという間に月はさ流れるからね、あっちも37になるし、うん、まあ、まだ30代よ、うん、いやまた人生に引き出しができてしまいまして、経験としてまた語れることが、まあ、あんま語れないんですけど増えましたな本当何があるか分かんないね人生ね、そうだね、だって私がちょうど離婚した時、うん、クロちゃんさっちゃんの時だった、うんうん、で今離婚する時に私が産む時、うんうん、もしかしたら私が離婚する時に第二子産んでるかもしれない、もう常に逆、まあ、この先本当に何があるか人生山ありたりありです、ね、コメント見てても本当に離婚してる方も多いし、やっぱ悩んでる方も多いし、はい、うん、悩んだせいしなくてよかった、やっぱこの人しかいないって人もいるし、さまざまね、本当にさまざまよ、でもそれが決して悪いこととはね、やっぱその娘のケアさえねしっかり、うん、やっぱ人が一人いますのでそこはケアしつつだけど、はい、なんかそんなこともなんかいずれ分かってくれたり、ね、するのかなっていうのはあるんですかね。もうまだ昨日発表したでピンポン、これは離婚発表の翌日に撮影していますっていう感じなので、まあ、まだまだ実感も湧かないし、ね、っていう感じなんですけど、うん、これからもそうね、ブログ通して見守っていてくれたら、うん、私の人生ね、ありがたいなと思います、ね、ブログの皆さんも、うん、B さんとの出会いから、いやほんとそうだよね、6年間見てるからもう友達よりじ、うん、ね、さっきもコメント来て感情移入してた自分に気づいたみたいな、うん、子供達の離婚より驚いたよって言ってくれたり、ね、してるんで、ありがたい限り見てくれてね、うんうん、そうだな、でも本当になんか思ったよりも批判がないというか、まあ、消されてるのかもしれないですけど、その、うんうん、私だけじゃなくて P さんの幸せも願ってくれたりとか、本当にそういう方が多くって、ね、まあ、本当に愛してもらってたんだなっていうのは普通ちょっと感じます、ね、うん、なんだろう、ちょいちょいお辞儀みたいまあこうやってモンクロチャンネルも2年目に入ってね、ももちゃんもうすぐ出産ですけど、うん、やっぱ本当にリアルタイムでいろんなことが起こるんですね、うん、まあこれからも恋愛相談とか料理とかいろんなことを話したらなと思いますので、ぜひチャンネル登録をしていただいてですね、今日初見の方もいるかもしれませんので、私たちももクロをですね、うん、めでていただければと思います、はい、あなたのそばにももクロです、どうぞよろしくお願いしますはい、そんな感じで、まあ、コメント欄いただければそのお悩みとかも私たちなりに考えて答えたりとか、そういうこともしてたりとか、あとこういうことしてほしいとか、まあ体張ったりとかありますんでね、ぜひコメントお待ちしてあ、でもちょっと黒蜜だから難しい、ね、はい、お待ちしておりますね、はい、それでは次の動画でお会いしましょう、最後までありがとうございました、バイバイ、過去の動画はこちら、チャンネル登録はこちら。